どうもオフィシャルヒゲダンディズムです、この度は MTV VMAJ にて、最優秀邦楽グループビデオ賞、そして最優秀アルバム賞、そしてさらにですね最優秀ビデオ賞を、私たちいただきました。受賞いたしました。3冠でございます。すごいな、本当にもう皆さん本当にありがとうございます。そうね、まあ、ちょっとすごい体を張って作ったミュージックビデオです、まあ僕らも体張ってますけど、全スタッフが、ね、まずあのセット作るのにどんだけ時間かかったのかで、あの作ったらバラさなきゃいけないんですけど、僕たちが帰った後ももう丸1日かけてそのセットをバラしたりとかしていて、でもなんかとにかくかっこいいものを作ろうっていう、まあメンバーだけじゃなくてチーム全体スタッフのみんなのパワーも全部なんかこういう形で評価していただけたっていうのは本当になんかあの嬉しいことだし、なんか改めてチームのことを誇りに思いますね、見どころはやっぱまあ演奏しながらこう雨と戦ってる様じゃないですかね。ちゃんと雨やしね。あれはスケジュールに組み込まれてない雨ですね。そう、降る予定じゃなかったんですよね。でもくしくも歌詞とリンクね。そう、土砂降りの夜にって、はい、マジで土砂降りだったね。めっちゃテンション上がってたね、新郎君、ね、監督。ね。まあただあの、はいカットってなるとこう控えにこう一回僕たち戻るんですけど、あのスクラップを降りてね、戻るんですけど、まあ寒いこと寒いこと。寒かったね。なんかスタッフさんがベンチコートだけ用意してくれてなかったら、もう本当にあの体調を大きく崩していたんじゃないかなと思っております。誰も崩さなかったね。そう、元気でしたね、本当に良かった。はい、あ、しんぽくんの魅力は、まあ、アイデアと、まあ、あとはそのバンド、すごく僕たちのことも深く理解してくれた上でどういう演奏シーンを作ったらかっこいいかとかっていうこともちゃんと考えてくれていて、すごくなんか楽曲の深いところまでいつも考えながらあの案を出してくれるっていうところがすごくあの嬉しいですね。なのでキャッチボールがめっちゃこう心の深いところでできるっていうのがあのしんぽくんのすごい、まあ、人間的な魅力でもあり監督としての魅力でもあると思ってます。どうでしょうね、なんか結構すごい、あの力の入ったやつとかかっこいい MV みたいなのがたくさん出てきたから、ちょっとファニーなやつとか、そういうのも撮ってみたいなっていうのも思いますね。まああとこれはあのご覧いただいてることには全く関係ない話なんですけど、あの莫大な予算がかかってるんですよ。MV あの莫大な予算かけてるんで、ね、ちょっとあの肩の力をそのお財布的にもいろいろ抜いて、もその中でなんか新しい楽しみ方もあるかもしれないし、まあでもなんかそういうこうなんかちょっといい意味でこう遊びの入ったクリエイティブっていうのがやってみれたらなんかすごく面白いんじゃないかと思ってます、改めて本当に素晴らしい賞ありがとうございます。以上オフィシャルヒゲダンディズムでした。